回はストームワークスを最近始めた、もしくはやってみようかと思っている人向けに、簡単な自動車を作っていきます。多くのインディーズゲーム同様、チュートリアルは不親切、というかないに等しいです。ただ使い方を覚えれば、どんな乗り物も作れてしまう可能性のあるゲームです。日本語化はワークショップの日本語をサブスクライブするだけです。ミッションは仕様上日本語化できないようですが、部品の解説が日本語になるので、便利です。カスタマイズメニューを開いて、ワールドの設定をします。設計中は時間固定、天候固定にしておくといいと思います。それではワークベンチにアクセスして、乗り物を作っていきましょう。今回は簡単な自動車を作っていきます。対称モードにしておくと、左右に同じものができて便利。まずはボディとタイヤの設置。タイヤは側面のプラスの矢印が前進するよう配置します。次に各タイヤの穴の部分から配管を伸ばします。このゲームでは流体と動力は配管を使って伝達していきます。前後左右のタイヤと配管をつなぎます。これで四輪駆動になります。運転席とエンジンを配置します。少し車体が短かったので伸ばします。右上の選択グリッドを選んで、移動する範囲を指定して、カット&ペーストで移動できます。そのままだと分離したままなので、マージで一つにします。配管とエンジンの間にギアボックスを配置します。向きはエンジン側が青矢印の根元側になるように配置します。エンジンに必要なパーツを設置していきます。ラジエーターはエンジンの冷却入出力口に配置します。向きはありません。空気を吸気するところに吸気ポート。燃料に燃料タンク、排気に排気口を設置します。これでエンジン周りは OK。画面上部中央にある選択で、ギアボックスのプロパテを表示、比率1のギア比を最大の3対1にします。エンジンスタート用の押しボタンと、スロットル調整用のスロットルレバーを配置。次にロジックを接続していきます。ロジックというのは、命令のことです。スイッチとエンジンのセルモーター、スロットルレバーとエンジンのスロットルを接続します。これでスイッチを押したらセルモーターを回す、レバーをいじるとスロットルを調整する、という命令が伝達されます。次は電気ノード。これはただ接続すれば電気が流れます。あとはエンジン回転系の設置。いわゆるタコメータですね。これもエンジンの RPS と繋いでやると、回転数が表示されるようになります。そして忘れちゃいけないのはバッテリー。これがないとスイッチもセルモータも動きません。電気も繋いで、ビークルをスポーンさせます。スロットルを0以上にして、ボタンを押すと走り出します。タイヤとエンジンがそのまま繋がっているので、スロットルを0にすると、エンジンも止まってしまいます。いわゆるエンストというやつです。これを防ぐには、エンジンとタイヤの間にクラッチを挟む必要があります。クラッチを設置します。電気をつないで、運転席の出力とクラッチのロジックをつなぎます。ついでにステアリングも設定しましょう。運転席の出力と、前輪のステアリングのロジックをつなぎます。ただしそのままつないでしまうと、このように8の字になってしまいます。そこで数値インバータを使って、片側のロジックを逆にしてやる必要があります。左側のロジックをインバータを通してつなぎます。これで正しい向きになりました。エンジンを始動しても、今回は走り出しません。W キーを押すと、クラッチで動力がつながって、走り出します。パワーが足りないので、フルにつなぐとエンジンが止まりそう。少しずつクラッチをつなぐか、ギアボックスを追加してさらにギア比を広くする必要があります。今回はなるべく単純にしたいので、ギアボックス1個で我慢しましょう。なんとか走り出しましたが、遅いです。これを解決するには、高速ギアを追加する必要があります。
はじめは低速で力の出るギアで走り始めて、スピードに乗ったら高速ギアに切り替えます。その前にダイヤルが正しい表示になるように修正して、エンジンも RPS リミッターを下げます。スピードの変化がわかるように、速度計を設置します。車体の速度を感知する、リニアスピードセンサを設置します。モードを水平に。ディスプレイはデジタルを採用。センサーは速度を秒速何メートルと出してくるので、我々が普段目にする時速にするには、換算式を挟む必要があります。そこで関数ブロックを設置します。メートル毎秒をキロメートル毎時にするには、3.6 をかける必要があります。あとはこれらをロジックでつなげば数字が出力されます。本題のギア変速機構です。といっても簡単で、トグルボタンを設置して、ギア比を切り替えるだけです。多段変速機構を作る場合は、もっと難しいです。実は作ったことないのでわからないです。トグルボタンとギアのロジックをつないで、ギアの比率2を比率1よりは狭く設定します。低速ギアの最高速は時速65キロ。高速ギアに切り替えたら時速97キロになりました。最後にライトを取り付けて、ブレーキのロジックを設定して、完成です。S キーを押すと1が出力されるので、それをインバータで変換してタイヤのブレーキとつなぎます。簡単ですが、これで今回の解説は終わりです。Wiki にも説明があるし、もっと良い解説動画も多数アップされていますが、この動画も新人ストームワーカーのビークル作成の一助になれば幸いです。今回はマイクロコンピュータを使わずに作りましたが、より発展したビークルを作るためには必要不可欠です。マイコンを使いこなせるようになれば、ビークル作成の幅もさらに広がります。さらに最近のアップデートでエンジンを自作できるようになったりと、自由度もどんどん上がっています。そんな感じで、今回もご視聴ありがとうございました。